こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、後半戦が始まりましたね。え、うん、また振り返りということで。そうですね、ね、また3連戦を振り返り、そういつも通りの振り返りということで、はい、まあこの後半戦スタートして最初のカードも、後半戦スタートね、うん、はい、あのまたおじさん猫が、おじさんなのか、そうだよ、おじさん猫でいいんだよまあ若そうだけどな、知らないでもそこは豊か猫がいますけどね。はい、と、はい、いうことで始まって、はい、まあ、早速いろんなことありましたけど、まあそうだな、うん、まあなんかね、ちょっとホームランが出始めたかなっていう、あの前半戦ってあんまり、あのープロ野球ニュースやっててもさ、うん、え、今日のホームラン一桁みたいな、うん、そういうところが続いたんだけど、うん、まあ1試合で5本出たりだとかさ、うん、まあした試合もあるし、うん、ホームランはちょっと出始めたかなという。1試合で5本ホームラン出るとかすごい、まあ見応えあるよ ね、でもね、うん、うん、まあそういうことで、まあ3連戦を振り返ってみたいと思いますが、まあノーヒットノーランもありましたしね。あったな、うん、先に言っちゃったねはい、まずはセリーグ、はい、はい、こうなりました、はい、これは勝ちの数だけ書いてるんですよね。そうで、赤い枠が勝ち越しのチーム、はい、ヤクルト、中日、阪神、これは、うん、本拠地がそうだね、それぞれ全部本拠地が勝ったという、ね、そうですね、はい、で3勝2勝1敗2勝1敗ということでした。はい、ね、はい、これね、ヤクルトはね、うん、やっぱ強い、もうなんか負ける気配が何もしないんですけどね、つける隙がないというかさ、うん、長打も打てるし機動力も使えるし、うん、でね、特徴的だったのが、うん、この3連戦で中継ぎ2試合登板の人いないんだよね、はい、全部違う人が1試合ずつ賄って勝ってるという。これ先発のピッチャーみたいに、うん、こうローテーションを組めるっていうことですか。本当にね、ローテーションを組んでやったのかなっていうぐらい綺麗にね、ダブってないんだよ、うん、その試合で、あの次の試合も投げるとかさ、うん、そういうことがなかったんだよ、はい、でやっぱりね、村上だな、うん、村上がすごいわ、うん、ツーアウトランナーなし、はい、まあ、ベンチがホームラン打ってほしい、相手は絶対気をつけなきゃいけない一発、うん、そこで一発打ってくるんだもん。で一人で1点取ってくる、うん、ね、この頼もしさっていうのはないよ、うん、それとやっぱ下位打線からチャンスを作り、はい、上位が返すというね、うん、まあ塩見にしたって、まあ、2試合目の時なんかは山崎が逆転のスリーランとかね、うんうん、だからもうやることなすこと、あの1戦目のサイスリード、はい、バスターやったら決まるしさ、うん、これもなんかスクイズを出してたみたいなんだけど、うん、青木がサードランナーでスタートしたからね、うんうん、一三塁ででもバスターしてそれが決まるという、もう何をやってもこう決まるような、うん、今もう本当に絶好調というのはヤクルト、うん、ね、だからやっぱりこうやってる雰囲気もいいしさ、うん、まあ、今のところは付け入る隙がないという、もうなんかヤクルトが負ける試合っていうのがちょっと想像が今できないような、できないぐらいのやっぱこう活気もあるし、うん、充実度があるね、うんうん、もしもそういうことがあるならどんな試合なんでしょうねって、負けるとしたらね、うん、まあだから打線がもうぴったり抑えられるというかね、あ、やっぱあの相手のピッチャーがいいというね、なるほど、まあ、それで僅差で勝っていかれるという、まあ、そのぐらいしかなんかこっぱにやられるっていうかさ、そういうのはちょっと想像しにくいね。想像つかないですね。でショックだったのが広島、はい、これは大瀬良、森下、うん、ね、クリ、うんうん、これ立てて3敗したからね、もうヤクルトが相手ということで多分それなりにこうピッチャー陣も揃えてっていうことだったんでしょうね、まあ、そうだね、だからまあ、ローテーションっていうかね、うん、まあ、きっちり合わせて、うん、まあ、ヤクルト戦、まあ、ヤクルトをこう下ろさないとさ、うん、あのペナントレースがつまんなくなっちゃうから、はい、でまあ広島もいいところにつけといてね、うん、それでまあ逆の数字だとちょっと引きずり下ろして、うん、広島がちょっとでも上に行けるというさ、うん、まあそういう狙いもあったんだろうと思うけども、ちょっと裏面出たね、うん、やっぱこれは打たれてしまったということが一番ですか。まあそうだね、うん、でね、打たれたらいけない場面で打たれてるというさ、うん、
まあ、例えば象徴的なのがさ、やっぱ村上のツーアウトランナーなし、うんはい、バッター村上、はい、何が一番いけないかって言ったらやっぱホームランなんだよね、うんうん、それを2打席連続で打たれるとかさ、うん、やっぱ守ってるやつがしらけるような、うん、そういう打たれ方をしたりだとかするしね、うんはい、で森下なんていうのは山崎に打たれる前の球っていうのは154キロ投げてるんだよ、うんうん、それでやっぱちょっと154キロに、まあ、100球ぐらいだったんだけどちょうど、うんうん、154キロ出たのがね、うん、まだ真っ直ぐでいけると。で山崎のタイプっていうのはやっぱ力でねじ伏せにいった方がいいと、うん、その154キロに酔っちゃったな、うん、で真っ直ぐもう投げたらそれが甘くなって、うん、やっぱ力任せにいったんだろうな、うん、そしたら逆転打たれたというさ、うん、だからちょっとこう爪の甘い部分もあるのかなというね、うん、で投手交代もちょっと遅れてるという、うんまあ、そういう原因で、まあ、ヤクルト、まあ、当たったチームが悪いっちゃ悪いけど、うんまあ、ヤクルトはやっぱそつがない、だからしっかり3連勝したというね、まあ、そういう3連戦だったけどね、まあ、広島としては交流戦のこうイメージを払拭したい先発スタートだったと思うんですけど、まあ、そう裏面出たな、うんうんまあ、まあ頑張るしかないよね、はいはいはい、中日対巨人、はい、やっぱ中日は連敗中だった、うん、でもやっぱ大野が頑張ったね、エースが、うん、エースと阿部が頑張った、うんねまあ、そういうところで1戦目を取り、うんね、2戦目はサヨナラ勝ちという、はい、この勢いを持って3連勝したかったんだけども、はい、3試合目投げた柳、うん、柳は巨人に対してあんまり良くないんだよね、うん、だから何かを掴まれてるというかさ、うん、だから逆に言えば、うんローテーションをちょっと変えた方がいいと思う、うん、当てない方がいいと思う。なるほど、うん、それ柳投手にとってもその方がいいですよね、うん、だから逃げるんではなくてさ、うん、そういう考えではなくて、うん、より勝てるところに柳を持っていって、うん、柳は勝てるピッチャーだから、うん、一勝するという計算を持っていった方が俺はいいと思う、うんうん、やっぱやられ方がね普通のチームと違って、うん、結構点取られるんだよね、うんあんなにこう柳が崩れるっていうのは、うんまあ、そんなめちゃくちゃ崩れたわけじゃないけども、うんうん、なんかこうやられ方が他のチームと違うから、うん、何かを掴まれてるのかもわからないし、うん、だからちょっとローテーションから巨人から外した方が、うん、俺はなんかいいような気がする、ね、なるほど。その方が確実に勝てるという、うんまあ、この中で根尾が、はいね、ピッチャーやった投手登録そうだ、ね、すると言ってあったその後に初めての登板ということで、登板があって、はい、岡本を三振と、はい、もう ポイントでこう出てきた感じ、まあ最後に ねだったんですが、だけど、うん、まあ見事だったねあの三振、うん、でもその後打席が回ってきて代打を送らずに根尾に立たせるという、うん3球三振だったかな確か、うん、ボール球を振って三振したんだけど。うん悔しがってたねなんかピッチャーやってる方が野手3年の時よりも悔しがり方がなんかすごく力強かったね。なんかこう見てて、まあ、三振を取った時ピッチャーで取った時も、うん、こうちょっと笑顔ベンチ前で笑顔が見えたりとか、ねうん、このちょっとあの何ですかねあの自分が打席に立って三振した時も、うん、悔しがり方とかが今までやってたのよりちょっと一つ吹っ切れた部分があるのかなっていうふうにちょっと見えましたけど、まあ、そうかもわかんないよ、うん、ちょっと吹っ切れてる部分っていうのはあるんだと思うよ、うん、だからあのピッチャーマウンドに上がったとしても力強かったし、うん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 、で野手として打席に立った時は悔しがってたし、うんうん、だからこうネオの野球になってきてるのかなっていう、うん、なんかなんとなくこう切羽詰まって思い悩んでる風ではなくて、そうだね、今までの、うんだからいい感じのネオが見れたしね。そんな気がしました、うん、だからまあ中日の現状を考えるとさ、うん、まあ非常にいろんなねそういうネオが投手専念にするとかさ、うんうん、いろんな報道がありながら、はい、まあ2勝勝ったということは、うん、そういう嫌なニュースだとか、うん、なんかこう疑われてたものが、うん、なんかこの2勝でまあちょっと払拭できたかなという、うん、だから非常に価値のある2勝だったと思うよね、うん、で巨人の方はやっぱ3連敗できない、はい、ただやっぱり1戦目なんかは、うんまあ、菅野に代打を送ってね、うん、点が取れず、うん、ね、うん、それで今村を持ってきて、うん、もう急遽慌ててビエラにスイッチしたんだけども、うん、やっぱこの中継ぎ陣の防御率がやっぱこう6球団で一番悪いのかな、うん、だからそこら辺整備しないと、うん、
ちょっと苦しいよね、うん、で2戦目はサヨナラ負けだしさ、ビエイラで、はいはい、うん、だから、まあ、ちょっとバタつき感があったんだけど、はい、この1勝っていうのはやっぱ岡本のねホームランでちょっとチームを引っ張るような形で増田陸が打ったという、うん、だからやっぱホームランが出ると、はい、やっぱ巨人っていうのは、まあ、強いのかなっていうふうな、また感じがするけどもね、はい、うん、だけどやっぱり主力が打たないと岡本が、うん、やっぱこう低迷はするね、やっぱ頼りはやっぱ岡本だなって思うよね、やっぱ打つと雰囲気が変わるもんね、うん、だからまあ、はい、そういう3連戦でした。はいね、阪神 DeNA、はいね、やっぱ青柳、うん、悪いなりに勝つという、うん、それ以上に悪かったのが今永という、はい、ね、浜ちゃん投げた、うん、ね、浜ちゃんもやられたというね、うん、だけどやっぱり阪神は佐藤と大山、うん、この2人が打つとやっぱ勝つ、うんうん、で大山がやっぱり完璧だよ、うん、ホームランとか、うん、でやっぱ魅力があるで、やっぱ明るくなる、うんうんうん、だからそういう意味ではその青柳を援護したりだとかさ、はい、非常にいい感じだったけどもね、うん、あのまあ、DeNA の方はやっぱり今永がああいうやられ方をすると、うん、まあ、京山が頑張ったけど、うん、一つ勝ったのが、まあ、せめての救いというかさ、うんうん、今永が勝ってると逆の数字になってたな、うん、で阪神も状態いいし DeNA も状態悪くないと思ってたんだけども、はい、うん、だけどやっぱこうピッチャーエース同士の投げ合いで負けると、うん、まあ、どうしてもこういう数字になってしまうというね、うん、でも阪神はやっぱいいよ、うんうん、やっぱこう交流戦前に予想して、うん、交流戦から上がってくるっていう風な話で、うん、それがちょっとキープされてるっていう感じですかね。キープされてるな、うん、それと DeNA の方は一勝したんだけども、はい、やっぱねダイヤモンドを駆け抜けるスピードっていうのが3戦目にはあったね、うんうんうん、まあ神里も筆頭にとか、うん、まあ、バックホームでヘッドスライディングしたりだとか、はい、やっぱりね、DeNA にちょっとスピードがね、うん、加わったら、うん、やっぱ DeNA は楽に点を取れるようになってくるよ。うん、で、森も使い出したし、はい、だから後半、やっぱこれから楽しみやなっていうのが、もう感じさせてくれた。負け越しはしたけどね、はい、でも状態のいい阪神に先に2勝されてて、うん、やっぱ1つ勝つっていうのは、それなりの調子の良さがないと、うん、絶対今の阪神には勝てないから、なるほど。だから DeNA の方も、ある程度の調子は保ってるね。うん、はい、3戦目に1勝したということで次のカードにもつながるという、そうだな、こともありますかね。そうそうそう、もちろんあのどっちみち1勝するんだったら、うん、先にやって連敗よりも、うん、連敗して1つ勝って移動した方が、まあ、全然いい、気分的にもね、そりゃそうだ、うんうんうん、でまあこの戦いを見て、はい、まあ、ある程度予想通り、うん、まあヤクルトはやっぱり勢いあったしさ、うん、で中日は巨人っていうのがちょっと落ちてたからね、うん、だからチャンスだなと思ってたんだけど、やっぱりこう初戦の大野のあの頑張りっていうのがすごくこの2勝につながったよね、うん、あと柳はもったいなかったけどね、はい、はい、だまあある程度のこう予想通りだったんだよね、はい、でこれからはホームランは主力は打つ、うんうん、これはもう当然なことなんだよ、みんなが、はい、どのチームもそうなんだよ、はい、まあ、DeNA も宮崎がホームランを打ってね、3戦目に勝ちに結びつけてるけどもさ、うん、これからはやっぱ機動力が鍵、うん、例えば村上が1試合3盗塁するとか、はい、そういうこともあるし、うんうん、で広島は全然走れなかったとか、うん、ね、ランナー飛び出したりだとかしてアウトになったりだとか、うん、まあ、阪神はもともとね、うん、点が取れない時にはスピードを使ってくるとか、はい、ね、で中日も岡林だとか、うん、高松とか、はい、ただ心配なのはやっぱ巨人だよ、うん、ね、やっぱこうダイヤモンドを駆け抜けるスピードが多少他のチームより多少遅いかなという感じもするから、うん、だからここら辺に足を加えないとちょっと今後苦しむかなという、うん、で DeNA は3戦目にそういう足を使えたということが、はい、まあ、非常に良かったなって今後につながるなというふうに、はい、まあ、セ・リーグは感じた、うんうん、はい、なるほど、はい、ということでセ・リーグでした、はい、はい、そしてパ・リーグです、はい、こちらがパ・リーグで、ソフトバンク、はい、ソフトバンク、西武、ロッテが勝ち越しまして、はい、ソフトバンクとロッテは3連勝、はい、西武は2勝1敗ということでした、はい、そうだね、はい、まあ、ソフトバンクの方はさ、うん、まあ、千賀が勝ち、まあ、大関がね勝てなかったっていうのは、うん、1安打に抑えてたんだけどさ、うん、まあ、もったいなかったということと、うん、まあ、でもその試合は勝ったし、まあ、はい、で和田が勝ったしみたいな、うんうん、
で楽天の方はね松井がやられみたいな、ね、まあちょっと嫌な3連敗だったね。うん、でソフトバンクの方は柳田がちょっと調子上げてきたね、うん、ホームランが出始めた。ちょっとねあの長かったですもんね、あ調子が悪いって、まあ、長かったな、はい、でまあ初戦はね、うん、ホームランで勝ちみたいな、うん、これマー君からホームランパカパカ打って、うん、ねで勝ちみたいな、はい、で2戦目は1対1に同点になって、うん、延長に入ったらなんと周東が、そうですよ、最後試合を決めました。サヨナラツーランだったりとかな本人は自身初ということで、まあそうだね、はい、だからソフトバンクの方は、うん、あの打線はつながってたんだけど、うん、なかなか点にはなってなかった、はい、それには長打力不足だったんだよね、うんうん、はい、だから交流戦終わった後に多分言ったと思うんだけど、うん、はい、ホームランが出てくるといいねって言ったらホームランが出始めたね、はい、だからこれからなんかちょっと安定して点が取れるようになってくるのかなっていういうような、うん、そんな予感がした。なるほど、はい、はい、でマー君と千賀の投げ合いだったんだよね初戦、うん、はい、やっぱね初戦にマー君がああいう打たれ方をすると、うん、自己ワーストかな、ホームラン打たれた数が1試合で、うん、何本かな4本かな5本かな、うん、だからそのぐらいだったんだけど、はい、いやだけどそういう戦いでマー君がやられるとさ、うん、やっぱ意気消沈するよね。うーん、マー君が勝ってたら2勝1敗ぐらいで楽天が勝ってる可能性があるんだけど、はい、やっぱ初戦っていうのはすごく流れを作るのに大きいね。いや、なるほど、連戦だから特にそうですかね、まあ、特にそうだよね、うん、だからその後もう大関に8回まで1安打に抑えられる、うん、モイネロから1点は取ったっていうのは見事だったんだけども、うん、まあ、松井を抑えきれずみたいな、だから流れをつかめなかったね、うん、うん、だから打線はねそんなに不調だとは思わないんだけども、はい、やっぱ先に点を取られるとやっぱどうしても苦しくなるし、うん、やっぱこう空中戦になると、うん、どうしてもやっぱこっちの方が長打力を持ってるわけだから、うん、ちょっとやっぱ楽天と方とするとやっぱ追っかけるのにはちょっと苦労するな、うんうん、なるほど、だから楽天の良さっていうのが、まあ、粘りは2戦目にね、うん、モイネロに襲いかかった時っていうのは出たんだけど、はい、まあ、初戦もね千賀を打ち込んだりだとかいろいろはしたんだけど、うん、まあ、どうしても失点が重荷となって、まあ、3連敗を食らうというね、うん、まあ、そういう形になったねこの3連戦はね、はい、やっぱマー君だな、ね、マー君の時に、まあ、点を取れない、うん、だからマー君も先に点をやった時にしまったと思う気持ちが強すぎるんじゃない、うん、まあ、それとマー君が打たれてるのがほとんど変化球なんだよね、うん、だからまあそこら辺の組み立ても少し考えた方がいいかもわからないね今後ね、うん、なるほど、もう本当に変化球ばっかりしか打たれてないんだよ、うん、だからまあ今後やっぱちょっとこう思考を少し変えた方がいいかもわからない、うん、はい、はい、で、はい、西武とオリックス、はい、ね、まあ高橋光成と山岡の投げ合い、うん、ね、山川が打ったねまあ外崎も、うん、あの縦スラのね山岡の、うん、パーンと打ったりだとか、うん、まあ非常にバッティングの状態も徐々に上がってきたんだけど、うん、って言ったら、うん、山本にノーヒットノーランが来るしね、2戦目もうなんか極端ですね今季2度目だって、今季2度目珍しいチームだよね、ノーヒットノーランをされたっていうのがね今季2度目っていずれもセーブみたいなことなで、うん、でもらしいっちゃらしいよね、そうですかでもこの3連戦高橋光成がね、うん、山岡の、ね、投げ勝って久しぶりに4連敗を出したのかな、うんうん、だから自身のね、はい、まあすごくこれは後半に向けてすごく良かったね、うん、きっかけとなる、まあ、試合を作れたということね、はいはい、で2戦目も山本さん相手に非常に頑張ってたんだけど、うん、はい、やっぱりノーヒットノーランじゃ勝てないしな、やっぱもうそれは一つ山本投手が調子良かったっていうことですか、まあそうだね、うん、まあだけど西武らしいっていうのはさ、うん、ノーヒットノーラン食らった3戦目、うん、はい、逆転で勝ってるからね、うん、うん、だからまあなんていうの、西武森が代打で山本から出て、うん、あ今日出てないのかとか思ってで、うんうん、まあ3戦目にはやっぱきっちりタイムリーを打ってね、うん、打点を上げてるとか、はい、うん、ただオリックスの方はやっぱりこう山本の力で一つは勝ったけど、うんうん、ちょっとねやっぱノリが悪いな、うん、吉田正尚、うん、やっぱ戦列に復帰しないとちょっと苦しいな、うん、打線がね、うん、なるほど、うん、
まあまあそういう試合だったね。はい、はい、日本ハム対ロッテ、はい、ね、日本ハム初戦4対0で勝ってた、うん、ね、でロッテ、うん、まあ、このままやられるかなって、で石川あ北山から2点2点を取りみたいな、はい、で最後にはもう7対いくつだか一気に突き放したというね、うん、だから日本ハムもいい試合やってんだけど、うん、やっぱ爪の甘さというかさ、うん、やっぱそこら辺のその安定感が全くないよね、うん、だからそこら辺はちょっと日本ハム苦しいかなというね、うん、で点もある程度取れてるし、はい、悪くはないと思うんだけど、噂の勝ちをね、北山が消してみたいな、うん、でも噂は立派だなと思ったのが、はい、やっぱ北山が打たれて戻ってきた時にお尻をポンポンと叩いて、まあ裏の攻撃が当然あるわけだよね、うん、日本ハムの本拠地だから、うん、はい、そしたら横にね2人で並んで、うん、まあいろんなことアドバイスを笑顔で話をしてた、うん、それは、ね、勝ち投手の権利4対0で勝ってて、まあ、バトンタッチして、うん、それまさかひっくり返されるとは思ってなかったと思うけど、うん、でもそこをやっぱルーキーの北山に対して笑顔で話していた、うん、まあ、そういうのがいいなっていうふうに思えたし、うん、まあ、そういうふうにして、うん、まあ、若手っていうのは打たれて成長していくもんだから、うん、まあ、そこにエースがね、うん、寄り添って教えてやってるっていうのは、うん、まあ、非常にいい光景を見たなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしたよ。まあ、北山投手は今シーズンルーキーながらも、うん、本当にいろんな経験をしていると感じるんですけど、まあね、まあ、やっぱそこをね背負い切るためにはそういった、まあ、ね、先輩の助言なり、まあ、必要だよ ね、 ないとやっぱりちょっと、いや、ないとね、うん、やっぱやむぐらい打たれてるから。そうですよ、本当に、うん、ね、まあ、だけどそれをきっかけに、まあ、3連敗をしたというね、うん、まあ、ロメロと美馬にやられるんだけど、うん、その後の2戦はね、はい、ただロッテの方はやっぱりいい感じになってきたな、うん、やっぱ大木野が戻ってきたらやっぱちょっと下味違うな、うん、あ、やっぱこう1枚スピードと安定感が加わると、はい、まあ、打線を引っ張ることもできるし、うん、それに伴ってその中村も良くなってきてるし、うん、だから非常にいいね。あんまり両外国人っていうのはこの試合でこの3連戦ではあんまり目立ってなかったんだけども、はい、まあ、高部が良かったりだとか、うん、まあ、いろんな周りの脇役と言われるような人たちがよく頑張ったよね、はい、で粘りも出てきたし、はい、まあ、これはいいぞと、はい、で相対的に見ると、はい、切り替えがうまくいかずというね、はい、これは交流戦からっていうことですか。そうそうそう、交流戦からの流れをこう引っ張っちゃってるなというみんなね、あ、なるほど、うん、その結果が勝敗としてしっかり出ちゃったなという、うんうん、今後パ・リーグのチーム、はい、チーム打率が鍵になってくる、はい、でソフトバンクがちょっと抜けてるんだよね、うん、うん、抜けてるけど他のチームがあんまりこう打率という面では良くない、うん、だけどチーム打率を、はい、個人の打率じゃなくて、うん、チーム打率を1部でも2部でも上げるような努力をすると、はい、順位は絶対上がっていく。なるほど、うん、だから、まあ、そこら辺を、うん、バッティングコーチは頑張って指導しなきゃダメだよっていうことだよね。はい、はい、それでは順位表をね、はい、はい、現在の順位ですね、うん、はい、はい、こうなってます。ドセリーグ、パリーグ、順位はこのようになっていますと、はい、9ゲームはいかんぞ、ちょっと独走が止まらない感じですが、ね、まあ、そうだね、ただ9ゲームとなってて、うん、まあ、油断っていうのが一番、うん、まあ、ヤクルトにとっては怖いことだよね、うん、でも今の状態見るとね、うん、全く油断なんかしてない。しかも油断したところで9ゲームをひっくり返されるっていうのはなかなかの、うん、まあないけど、ね、なかなかないけど厳しいけどだけど分からないからね、11.5 ぐらいをひっくり返してるから、うん、過去にはね 12.5 ぐらいかな、うん、で阪神が 4.5 で追ってて、まあ広島の状態が悪いからずる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 いかなければいいけどね、もうそうした3つはほぼ同率のような、まあそうだね、ところでそうだねいますので、うん、はいはい、ただね最下位に沈んでるけど、はい、あの後半戦の開幕で阪神に当たっただけで、はい、状態は絶対悪くないからね、はい、これはねずっと上がってくると思うよ俺、うんうん、で2位にいるけど巨人の状態っていうのはあんまり良くない、うん、やっぱね先発ピッチャーを抑えても、うん、中継ぎがね、はい、崩壊というか、うん、ちょっと
打たれすぎてるよね。だからここら辺を整備しないと、はい、やっぱ巨人も下がっていくかなという、そんな感じがするよ。でパリーグ、まあ、ソフトバンク今回は打ったけど、はい、そのまま状態を続ければね、うん、これはもうちょっと開いてくるかなっていうような感じが伺えた。しかしロッテがいいね、うんうん、楽天がちょっとバッティングという意味ではちょっと苦しいな、なるほど、うん、だからチーム打率を上げなきゃいけない、はい、で西武もノーヒットノーランを食らいながらでも、うん、やっぱ次の日勝ってくるあたりが西武らしいし、うん、やっぱり役者が揃ってきてるね。だから非常にあのピッチャーもいいし、はい、これからちょっと来るかなという感じがする、うん、はい、でオリックスはちょっと現状のままかなっていうようなそんな感じがするけどな、はい、はい、日本ハムはもったいないゲームが多すぎるということ、はい、ということで頑張れ阪神、はい、これはヤクルトの追っ手の一番手は3位にいながら阪神だよという。なるほど。でこれ何ゲーム離れた 13.5 か、はい、13.5 離れてるけど追っ手はあなたしかいない今のところ、うん、ね、阪神頑張ると状態がいいし、はい、ね、はい、あの状態的にはね双璧だと言ってもいいぐらいだよ、うんうん、それほどに阪神の状態が良い、状態は悪くない、はい、ただ大山様様言ってください、ね、じゃないと追えません、はい、ね、でも絶好調です、はい、山はね、うん、でパ・リーグの方来た来たロッテ、これはね、はい、やっぱ来たよ、うん、メタレさんね、後半の予想した時にロッテ優勝にしてるので、ね、そうそうそう、ロッテの野球ってしつこいからね、しぶといし、だからそういうことも出てきたし、うん、やっぱり多少打てるようになってきてるから、うん、チーム力というのはグッと上がってくるよ。なるほど、まあ、それこそもうチーム打率、はい、そこをこう頑張ってあげてほしいなと思う、ね、そこが鍵ですかね、鍵だね、はい、はい、っていうような、はい、はい、3年生でしたが、うん、まあ、ホームランが、ね、本当に出だしたし、うんうん、ちょっとピッチャーが疲れ始めてるのかなっていうような感じもしてるし、だからこれから打撃戦が多くなってくるかなという、だからチーム打率を上げろとかね、パ・リーグはね、はいはい、機能力がポイントと、そう、はい、でセ・リーグの方はなかなかこう点が取れない時に足を使えたチームが上に来るよというようなことです。はい、はい、ということで後半戦も始まりましたが、また今後も楽しみですね、はい、ね、よく喋りました、はい、はい。